最近よく聞かれるのが、彼氏とはどこで出会ったんですかって聞かれるんだけど、まあ普通に出会い系のアプリで出会ったのね。で、普通にアプリだよって言ったら、アプリなんだ。何そのちょっと物言いたげな態度。あ、基本的にゲイの業界って、まあ2丁目とかに行けばまあ出会いはあるんだろうけど、まあ2丁目が苦手な人とか、まあ飲みに行かない人とかもいるじゃない？だから基本的にアプリとか出会い系の方がメジャーなわけ。そんな日頃からね、あからさまにですね。私、ゲイ！イエーイ！おかま失礼しまーす。みたいな人はいないんですよ。え、私もしないよ、道端ではね。だからこう自然に、彼氏とか、ましては友達とかも、出会い系じゃないと出会えないわけ。だってさ、道歩いててさ、すいません、失礼いたします。ゲイでいらっしゃる。いよいよ頭おかしいじゃん。まあ、たまーにいるよ。たまーに職場とか学校とかっていう、このたまーにはいらっしゃいますけれども。なんかその出会い系はダメだよ、みたいな空気なんなん。あとね、これも本当によく言われるんだけど、イケメンなのにゲイなのもったいないよっていうやつ。いや、どこの観点からまずもったいないという言葉が出てくるのか謎。お前の価値観をこすりつけてくるんだね。男女の恋愛が当たり前という概念がすごくひしひしと伝わる。もしかしたらね、褒めてるつもりなのかもしれませんけれども。じゃあブスならいいのか？ブスならいいのか？ゲイのブスならいいのか？本当にね、本当にこれは腹立つんだけど。え、本当にゲイなんですか？は？一応最初にこれだけ言わせてほしいんですけれども。こんなにゲイだよ。それはそれはゲイ。世の中にはね、ゲイだと偽ってゲイバーで働く人もいるんだけれども、働くだけならまだしも、そのゲイであるということを嘘ついて利用して、女の子に手出すような奴がいるわけよ。もう、うんこ、クソ、クー&ソー。こんだけ不特定多数にゲイであることをカミングアウトしてるくせに、本当にこれでゲイじゃなかったら、主演女優賞でしょ。レッドカーペットドヤ顔で歩いてるわ。結構前の話なんだけれども、ゲイの友達と一緒に歩いてた時に、それはそれはおかま丸出しで歩いてたことがあって、はいはい、キャッシュバイたらチンコしまくわよ、大行くわよ。どっかのアホなキャッチが、リザ、おっぱいかが、おっぱー、声かけてたんだけど、いや、こんなにオカマなのに、まず声かけてくる時点でバカじゃん。普通に、ゲイなんで大丈夫ですみたいな感じで断ったんだけど、そしたら、いや、ゲイであること証明してもらっていいですかって言われたんだけど、は？で、私も、ゲイの友達もめっちゃカチンときて、じゃあこれ全部脱げよ、全身舐めてやるから、おい。で、ガチギレしたら、全速力でその子逃げて、それはそれは全速力でヒールブーツで猛ダッシュ。逃げたぞ、おい！